来年の7月の任期満了をもって、えー、政界から引退をいたします、えー、そう決心をいたしました柳田議員は67歳、参議院議員の4期目で、民主党政権では法務大臣や拉致問題担当大臣などを歴任しました。県庁で会見を開いた柳田議員は 支援者にも相談した上で次期選挙に当選した場合任期中に70歳を超えることや後進に道を譲るべき時が来たと判断し引退を決めたということです政界引退後は政治とは一切関わりを持たず身の振り方も未定ということです